おはようございます。おはようございますいきなり街、はい、なかなかないと思いますけど。そうですね、とある大学のゴルフ部に、はい、行きます。私大学も大学卒業してないんで、大学自体がなんかすごいウキウキなんですけど、はい、私高卒ですよ。おー、大学ゴルフ部ってどんなイメージですか？なんか高校のゴルフ部よりかは、あ、そうだよね、この前高校見たもんね、はい、よりかはちょっと落ち着いてるのかな、みんなみたいな、青春捧げますっていう感じではないのかなとか、あ、わかんないイメージは。おはようございます。すごい、こんにちは、もうカメラ回ってます。もういきなりってことで、明治大学泉キャンパスにやってきました。いわゆる明大前ですよね。まあ、明大前でした。ですよね、ゴルフ部の見学です。はい、よろしくお願いします。こちらの小柄な女の子、はい、まず主将をやっております、青柳さん、よろしくお願いします。ってことは4年生ですか？はい、そうです。4年生、そして主務の鈴木です。主務、いろんなことをやってくれてるんですか？鈴木さん、はい、はい、ちっちゃい、なんでちっちゃいですね私今日別にヒールじゃないのにすごく小柄なんですよね、びっくりした。学生はこのキャンパスだけで何人いるんですか？文系の 1,2 年生が、うん、そのキャンパスで、あ、3、4年は違うんです。はい、でも私の学部は一学年400人くらいです。一学年多い、400人、2000人くらい。そうですね、すごい。あ、すごい、皆さん、あ、こんにちは、こんにちは。お、めっちゃ広いよ。めっちゃ広い。で、 YouTube のリンゴ力です。お願いします。今日はですね、春季大会を優勝された皆さんの、取材をしたいと思っております。この中でこの人を使うと面白いよっていう人を一人ずつ多選自選をしていってくださいかなこ先輩。かなこ先輩、どれだ、誰だ、誰だ、かなこ先輩、結構文字文字してるけど、今いいリアクション。おすすめポイント教えてください。いつも笑わせてくれます。マジで、ムードメーカー、かなこ先輩自分は関野亜美ちゃんです。関野亜美ちゃん、関野亜美ちゃん、誰、どれ、亜美ちゃんのおすすめポイントは、プレーがとってもかっこよくて、うん、サングラスがすごい似合ってて、靴をたくさん持ってます。ゴルフシューズ、はい、あー、鈴木さんは1年生2人だと思います。なぜ？元気だし、うん、ゴルフ中もこのかき氷美味しそうですよねって言って、美味しそうくらいでも打ってるんですよ。うまいっていうのが、美味しいところ。なるほど、ね、はい何の匂いでした？何の匂いでした？ったよ、香水。自分たちにはない匂い、はい、リハ止まんねえじゃあ、今年の春に行われた春季大会、はい、どのような大会なんですか？大学対抗で、うん、A ブロックから D ブロックチャレンジカップで構成されてる団体戦なんですけれども、団体戦だ、はい、でも A ブロックだと日体大、うん、東北福祉、めっちゃ日大、うん、東京国際で、あと明治選手で構成されているんですけど、はい、うん、その中でやっぱどこが勝ってもおかしくない試合、うん、本当そう、はい、ちょっと東北福祉とかめちゃめちゃもう有名で強豪でね緊張はすごいしました。しますね、オーラが違うっていうか、オーラが違う結構ガタイも結構すごい子がいて、うん、そういうので圧倒されますね。全国の大会に北海道の苫小牧でやって、うん、はい、で2日間競技だったんですけど、うん、それで1日目で結構爆発的にみんなスコアを出してくれて、1日目みんなスコアどのくらいだったんですか？69です。おお、70です。すごい、70です。70、74です。74、ファイブアンダー。ファイブアンダーだ、すごい。その時他の高校はどのくらいですか？1日目は5打差。1日目終わって、あ、これはってやっぱ感じたんですか？もしかしていけるかも、お2日目はじゃあメンバー変わって、そうですね、自分と、うん、あと手川がチェンジで出たんですけど、基本的にはもうこの4人がスポーツ推薦に入ってるので、うんうんうん、レギュラーで頑張ってもらって、
そうか、推薦でもう入学して、ね、はい、あ、そうなんだ、すごい一年生もっと寒いちょっと挟んじゃうんですけど、春の大会っていうことは、そうだよね、入学したてで試合したってこと、はい、なんか関東の試合はあんまり良くなくてギリギリで全国行ったんですけど、全国では頑張れました。すごい、あ、優勝できるかもって思うとき、なんかみんな結構そのメンタルちょっとこう崩れちゃいそうなイメージなのに、意外と結構メンタルは強い、強いな。それが結構でかかったのかな。みんなイケイケな感じなんで。すごい。みんなじゃメンタル強いメンバーですよ。すごい。え、2日目のその試合の前はこう掛け合ったり、スタンジャー優勝目指そうみたいな。あった？何もない。ないよ。気づいたら、あ、優勝しちゃったみたいな。なんか優勝目標には知ってましたけど、でも気づいたら優勝してたっていう方が近いです。なんか意外。なんかもっとおっしゃっちゃうみたいな勝負してからまだ一度もあの優勝の経験なかったんですよね。はい、今回初ですよ。一人ずつさ優勝した瞬間のさ、気持ちをさちょっと聞いていきましょう。うん、2日目初日は良かったんですけど、2日目結構叩いてしまって、で自分のせいで、優勝できなかったらっていう気持ちが多くて、リホ先輩があの最後で、まあ、最終組で回ってて、もうそれまでドキドキしながらもう泣いてました、ラウンド中ずっと、あ、ホールアウトしてから、こうみんなであの最終ホールに並んで応援してるんですけど、その時に負けたらどうしようとか、もういろんな感情が出てきちゃって、もうずっとこんな抱きたい写真に、ね2日目もまあ調子あんまり良くない割にはまとめられて、自分の中では良くて、で最後終わってリホ先輩が上がってくるまでもう、え、優勝できるかなと思って、前半終わってる時点で5打差より確か差開いてて、でも他も上がってきて明治もちょっと下がっちゃってっていうのもあったんでハラハラしてたんですけど、で最後のリホ先輩の1メートル以上あったぐらいのパーパットが入った時はもうすんごい嬉しかったです。リホ先輩、優勝を決めた女自分は初めての北海道で、初めて北海道、そうですね、芝も違う中でまあプレーしてたんですけど、女子アマランク1位の安田優香ちゃんと一緒に回ったんですよ。そう、1位が明治で2位が大手前だったのかな、まあ前半終わって差は開いてたの でもう自分は優香ちゃんについていこうと思ってやってたんですけど、やっぱめちゃめちゃ上手くてどんどん置いてかれて差が開いていってで、まあ、自分たちがプレーしてくれる側は今明治が何打差とかも全然わからない状態だったので、で最終ホールについてグリーンに着いた瞬間に、コーチがいるんです。コーチが入ってよくてアドバイスしてよくてトコトコって来てバーディーパットの寸前になんかこれ大事なパットらしいよって、いやプレッシャーでしょ自分はそのバーディー入れたら勝ちなのかパー入れて勝ちなのかも分かんないとりあえず大事だと、とりあえず大事だと、もう手ブレブレでめちゃめちゃ震えて、はい、でもまあ入らずパーで上がって、で上がってみたら勝ったよみたいな。何打差だったんですか？2と。おお。なるほど。それは大事だ。え、安田優香ちゃんやばいっていうこと？追い上げすぎっていうこと？その日シクサンダ。同じ組にそんなシクサンダでもあることはちょっとね、ちょっと自分のプレー集中できなかったんですよ。でもすごい。2日目は応援でコースに入ってみんなに帯同してついていって、自分は結果とかあの周りの大学がどのぐらいで今明治がこうでみたいな少し情報が入ってきてて知ってたので、なんか逆に緊張しちゃって、もう寒いしもう震えてガタ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 グリーンの前で最後のパットを見てたんですけど、入った瞬間は
もうアメミヤと抱きつきました1メートルって結構あるもんね。1メートルのパワーパットってすごい緊張する。本人より緊張してたんじゃないかなみたいな。ちょっと私のも緊張してるって言い出しました。2回外したらプレーオフだったってこと？プレーオフになるんですか？ならないです。5人目のそこに。ああ、そっか。おお、なるほど。初日終わって5打差で、なんか自分的にはそこまで悪いゴルフではなかったんですけど、みんなのスコアがすごい良すぎて、なんかすごい申し訳なくて、2日目はもうとりあえず頑張れるだけ頑張ろうって思ってて、2日目の前半終わって差が広まってて、で、まあ、あとハーフだから自分の中ではもう大丈夫だろうっていう気持ちでやってて、で自分が上がってみんなが最終ホールのグリーンにいるので、そこに行って話聞いてたら結構ギリギリだっていうのを聞いて、そこで結構びっくりして、まあ、でも最終的には決めてくれて勝てて、本当にその瞬間はなんかあんまり実感がなくて、すごいじわじわと優勝したんだなっていうのが来てます。じわじわ。最初誰が1番にスタートしたんでしょう？3番、4番とか。みんなこうリーダーボード持ってきた、持ってきたけどね。そうですね。大学の同じ応援の人から今どうですかみたいな聞き合ったり、監督もめちゃめちゃいろんな大学に聞き回って、そういう感じなの。なんかあんまりメジャーする経験がなかったので、そんなに慣れてなくて、他の学校のスコアをつけたりとかもしなかったので、結構その優勝したってなってからも、なんか本当にしたのかわからない。こんな感じで本当に発表されるまで、人数も足りないので、その前一ホール一組ずつにはつけなくて、ちゃんとしたスコアがわからないっていう。状況だったんですよ。私は2日目だけ出場したんですけど、その時もあんまりスコアをまとめられなくて80ってしまって、で、その時に私がもう米になることは分かってたので、その時に花淵が最後のパターンを、ここをパーで入れれば優勝だけど、もし仮にボギー、3パットしてボギーになって場合、自分のスコアが採用になって、で向こうの、大手前大学と一騎打ちになったんですけど、その大手前大学の一番打ってた人が78だったので、それもう、ちょっとちょっとやばいなと思ったので、多分もう半泣きでした。あの入れてくる。そうですね。ここお願いみたいな。絶対入れてほしいの。もうちゃんと言ってくれたので、本当にすごいメンタルだし、尊敬するなと思います。あのパターがあったから、今こうやっていろんな人からおめでとうって言ってもらえるし、だって取材も来ていただけるので、ありがたいなと思います。チームワークです。完全にチームワークですね。2日間の試合を終えて、優勝してから何か変わったことありましたか？何か変わった意識が意識がもうちょっと練習しようとか、ちょっと意識が高まった。意識が高まりました。はい、こうモチベーションが上がった。はい、でその後練習もいっぱいした。ちょっと休んでから、はい、しました。してます。期待が結構大きい分もあって、この前秋季リーグ戦があったんですけど、はい、それは、それも2日間競技で、でも1日目で6校中4位で、4位タイで、しのぶ杯っていう、全国大会みたいな、秋の全国大会に出れるのが、4校、でちょっと権利を欲しかったので、自分たちも絶対もらえると思う、4位には入ると思ってたんですけど、やっぱり結構ギリギリのスコアになってしまって、結構焦ったというか。でも監督とかもその夜のご飯の時に、もうでも大丈夫だみたいな、結構励ましの言葉とかいただいたりして、で、やっぱ全国優勝したからこうやって周りも期待してくれてるし、周りのちょっとこう期待度がすごい変わった。前は4位とかでも、大丈夫だろうみたいな感じだったんですけど、もっと
それを、うん、そうですね、結構高みを、それはでもすごく嬉しい、ね、そうですね、嬉しいですね。じゃあちょっとその優勝ね、初めて優勝したこの明治大学の皆さんの練習をちょっと見させてもらいたいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。かっこいい。